中世初期がありますね。初期技術というところに行きましょう。なんかですね、ビザンティアンというので見てみましょう。これは東ローマ帝国のアートでしたね。もう大体ビザンティアンアートというもののイデーが出来上がっていますよね。さあ今度はですね、この中世初期美術、初期中世美術というのは、まあ、同じか西ローマ帝国の保護の美術というものをこれから見ていきましょうということですね。ただですね、このテキストの方にはここでしか書かれていません。これで終わりなんですけど、誰かに読んでもらいましょう。山水さんに、はい、ありがとう。これだけではとてもしょうがないと思います。これはですね、今読み上げてもらったその内容をリアルに見える形で紹介しようかなって思うんですね。ですね、はい、この図です。400年から1000年、1200年まで、出ていますけど、中世の初期っていうのはここを指します。500年から1000年あたりですね。それでビザンチンにいました。ビザンチンはこの500年からずっと1000年間続いていた、そういうアートだったんですね。それに並行して中世初期というものはここに配置されているということがいいです。それで今いわば初期キリスト教というものをこの前見ましたね。それに引き続いて技術が変わってくるんですけども、メロビング朝、カロリング朝っていう世界史の中ではちょっとややこしいネット制度だったけども、その時期になります。それで、ここで注意したいのはですね、ビザンチンの方は帝国を作ってうまく運営していたんですけども、西ローマの方はゲルマン人とノルマン人の侵略によってですね、もうぐちゃぐちゃになってた時期なんですよ。でゲルマン人の移動は皆殺しでしょ。375年に今日始まったということになってますね。でここの辺りですよ、バルト海沿岸あたりに住んでいたこの辺のですね、フランクをはじめとしてアングルサクソンなのかな、民族がですね南下してきて、まあ、その前にゴート族とか軍族とか押してきたから障害者が多かったというのがあるし、こういうふうに民族移動が非常に激しく、争いとその混乱がずっと続いていた時期がこの辺だったんですよね。落ち着くは落ち着かない時期でした。これ800年になるとですね、今度北からの、ノルマンディがですね南下して暴れまくってきて降りてきた、その2つがあったものですから、この中世初期っていうのはもう本当に落ち着かない時期であった、そういう時期であったことを覚えてまず理解してほしいですね。ですから、まあ、西ローマというのは国家としては476年に消滅をしました。それで800年です。ここですね。800年に、シャルルマーニュ皇帝が、シャルルマーニュが西ローマの皇帝になるまでのこの3世紀の間は、非常に強力な支配者というのが不在だったんですね。で、民族大移動はですね、歴史で習ったわけですけれども、その文化を考える際には、その民族性っていうもの、もともと民族が持っていた民族性っていうものがベースになっていますから、ここではヨーロッパがどういう民族で構成されていたのかっていうのをちょっと復習してみたいんですけどね。ゲルマン人が移り住む、ゲルマン人がですね、侵略してくる前のヨーロッパにはどういう人種がいたか、ここにはフェルト人という、人
手がいたんですね。それからイタリアのローマを中心にラテン語を話すラテン人、これらはローマ人ですね。ラテン人イコールローマ人ですけど、がイタリアですね。イタリア人です。下の北海沿岸がゲルマン人の故郷である。で、ヨーロッパの東側にはスラブ人が住んでいたわけです。で、その昔ギリシャ人が地中海を中心に活躍していた頃、ローマ人はその未開のヨーロッパの広い範囲には、ずっとこう、この辺にベルト人が住んでいると考えていたわけですね。概要としてはこういう配置になります。それでですね、ちょっと注意してほしいのは、これまで私たちが見てきたアート、あるいは文化っていうものは地中海沿いの文化ばっかりでした。地中海っていうのは広いですけども、まあ、エジプトも含めてですね、この辺の文化というのをずっと見てきたんですよ。イタリアも含めてこう、だからほとんどラテン系、ラテン人の文化というものをずっと私たちは追いかけてきたわけですね。ですから、スラブ人とかゲルマン人とかゲルト人の文化というものは私たちはまだ見てないんですよ。今日はこれからそれを見ていかなくちゃいけないということになるから、その違いが大変変わるということですね。で、私たちがですね、現在西欧と呼んでいる土地というのはここでしょう。ここが西欧ですよね。それは実はもともとケルト人やゲルマン人が住んでいた土地だったわけですよ。しかしそれもローマ帝国が支配者、ラテン人がですね、北側に動いていって支配、攻撃していたわけですから、ローマ帝国が支配しちゃったわけですけど、今度は逆にゲルマン人がもう一回それを取り戻したっていう、そういう関係になるわけです。つまりですね、ローマ帝国による支配と民族を一緒にして見ると分かりやすいんですけども、民族だけで見ますと、一時はラテン人が西洋を支配したわけですよ。で、次にスラブ人が西に攻めてきて、そしてゲルマン人が押されて南下して、今度は西洋を支配した。で、ラテン人はもう一回地中海に戻ってきた、こう考えればいいわけですね。そしてここがポイントです。その結果、もともとゲルマンのところにいたケルト人、ケルト人はどうなったかというと、イギリスとアイルランドに逃げていってしまう、追いやられてしまった。だから、その後ケルト人の文化というものはイギリスとアイルランドに根強く残って、その特徴が現れているという。そしてこの辺りはゲルマン的な文化というものが非常に強力になっているということですね。中世の前半、つまり5世紀から9世紀ぐらいまでは、西欧は、いわゆる西欧ですね、はゲルマン人プラスケルト人による文化だったということを知っておいてほしい。ゲルマンプラスケルト。そしてそこにさらにキリスト教が加わった文化、それが西欧の中世前半の文化だったんです。そういう成り立ちになっていきます。西欧の中世前半の文化はですね、ラテン的な古代ローマ、つまり旧姓が取れて人物を写実的に描いたり作ったりする、そういうようなラテン的な文化というものからケルト・ゲルマン的な文化に変わりましたということなんですね。その特徴は何かというと、これからお見せする抽象的、装飾的、文様、あるいは工芸という、そういうジャンルなんですよ。どういうことかと、ケルト美術左側の特徴は、植物的な曲線とかラインを多用するということですね。植物、あるいはツタとかツルとか、その動きを。ゲルマン美術というものは、動物文様とか紐とか、そういうものをスタイルとして非常に、強く表した。そういう画面になってきます。まず、ゲルト美術。ケルトの方の美術を見ていきます。これは、このケルトの文化というものは、もともと西欧に広く、特にフランスとかですね、あたり、一帯に住んでいた民族なんですね。これはですね、バタシーの盾と呼ばれるもので、ブロンズ、青銅にエナメルを埋め込んだような、すごく立派な、結構立派ですね、と思うんですけども、これはですね、下に、木の板があって、それにかぶせた形で装飾して作られた盾なんですね、これね。77センチの高さ
ですね、結構大きいですよ。それでこれはですね、ロンドン、テムズ川のね、川床からね、引き上げて見つかった、発見されたものなんですけども、これは盾なんですね。それは戦いの時に使う盾ではなくて、その儀式に使ったであろうと、これだけ立派なもの、儀式に使って、そして、なんか訪問とかのために、テムズ川に沈められていたものを発見された、そういうもの。それがこういうふうに展示されています。あ、これダイヤコルスターですね。それからこれはですね、このアトムのヘルメットみたいなやつが面白いですね。これも展示が作家の中から見つかったものです。前1世紀に作られただろうと言われているものですね。銅ですね。で、こう綺麗で面白い形にしてますね。それから有名なのは、ケルプで有名なのはこれですね。これは鏡です。日本でも銅鏡ってのがありますよね。で、銅鏡は、ツルツルに磨き上げて鏡として使いますよね。その裏面に装飾が施されている。これもそうです。これの反対側はツルツルに磨き上げて顔が映ったりするようにする手鏡です。裏側にこれが装飾を施すというものなんですね。鏡です。これはですね、渦巻き文様です。これはケルト特有のスタイルということができるんですけれども、ケルト美術の特徴っていうものは、身につけるものとか、こういう手鏡とかですね、生活の周囲にあるようなもの、工芸品の中に見ることができるわけなんですね。で、まあ、この写真のような鏡はですね、めったになくて、身分の高い家族が持っていたものだろうって言われています。ミスだかな。これは何だかちょっとよくわかんないんですけども、これもまあ実況的なものではないみたいですね。それからこれも、ね、目的なんですけども、これは鉄の特性ですね。植物的な緩やかなうねりっていうのかな、そういう文様になっています。これ植物的なんですけども、こういうような単純化したり図案化したりっていうのは幾何学的な処理ですから、幾何学的な文様ということだと思います。植物的文様の文様が幾何学的な文様でもあるんです。ケルトの美術、ケルトの文様を見てみました。今度はですね、ゲルマン美術だいぶ違うんです。これは一体何かよくわかんないんですけど、やっぱ装飾品かもしれない。ご自分はこれは節ですね。これはよくわかりません。で、こういうのをですね、動物組紐文様って言います。動物組紐文様、どこが動物なのかというのがちょっと分かりづらいんですが、あまりにも図案化されていて、その動物性がなくなって紐の文様に見えちゃうんですけど、ゲルマン美術はですね、どう言ったらいいのか、これはですね、これも縦の飾りの、縦と横ですよ。縦の飾りの80センチの原版の板に革が貼ってあって、その真ん中にこいつがですね、設置してあったという、中央につけたもの。これ見たら20センチぐらいの大きさです。飾りです。この左側にある、ちょっとわけのわからない。これが動物文様、動物組紐文様。の例なんですね。で、これはね、これも縦飾りの竜だと、ドラゴンと言われてますね。ゲルマン民族っていうのは、非常に執念のこもった装飾感覚を持っていまして、執念深く、ぎゅーっとこう模様を作っていくタイプなんですね。テルトの方はさっぱりしてるんです。ゲルマンはひどい。あ、これは何でしょうか。ですね、当ててもらおう。ミニさん、はい、これは一体何だと思います。長さ13センチです。長い横が13センチ。何で動物とかです。
主要目的です。主要目的、はい、あのバックベルトのバックなんですよ。ここで止めるんです、うん、止めたらかなまだ実用的な要素を持っているものですね。ここにね、わかんないね。ここがね、鳥のくちばしみたいなものが入ってついてるんで、ここに。ここら辺にもあるんですけども、もうあまりにも図案が重ねてるんですよ。ああ、もう動物は見えてこない。紐が出てくるんですよね。そういう風になってます。ドン。こっち。はい、どんどん行って。はい、こっちです。あ、これだけ見える。ありがとう。すごく立派なものでしょ。そこら辺になんか飛ばれてるじゃない。これがね、鳥のくちばしみたいな。あの横から見てシルエットになってるんですね。ここら辺もそういう要素だっていうんですけど、もうあまりの複雑になりすぎてて分かりづらいということがあるんですけども、まあ、こういうのをですね、アングリアンリズムという、クリームモンに近い、文様なんですね。ゲルマンビーズはコンパクトに比べて効くのが分かりますよね。これも期待はちょっと分かりませんでした。ですね、こういう模様が生まれてきたのはですね、ローマ帝国が弱体化し始めることで、その西ヨーロッパの民族が持っていた本来の特徴を再び姿を表してきたと考えられるわけですね。それで、統合的な要素というのがテクションにもありましたけれども、それは先ほどのスラブ系のスキタイとかフン族という、そういう民族の持っていたものですね。それと、もともといたケルト人とかスカンディナビア人とかね、その辺との民族とは混血していって、混ざっていって、それらをゲルマンスタイルと呼んでいるわけですね。で、こういう工芸品というか装飾品というかな、そういうものに、対する、造形意欲というものがゲルマン民族、ゲルマン美術には非常に多いわけです。ところが絵画とか建築とかそういうものには関心を示してない、残ってないんですよ。ゲルマン民族はなぜ彫刻とか建築とかに関心を示してないで、こういう細いもの、身の回りのに関心を示して徹底的に装飾を施していったのかっていうこと、なぜでしょう。なるほどです。
別格術と現場美術に共通して言えることは、自然主義的なのか象徴主義的なのか科学的なのか、この3つのうちのどれが該当することになるんですか、農民さん。
平面的な装飾です。それから線描、線をすごく大事にする。それらを使って円形とか螺旋形とか帯とかも、そういうものの要素を使った文様に埋め尽くしていく。そういう特徴。まあ、文化的な、民族的な要素を含めた文化的な要素というものを今紹介してきたわけですけども、フランク王国の時代なんです。まあ、ピンとこないかもしれないんですけども、かたや、ビザンチン帝国というものが帝国を築いていたときに、フランク王国というものは、王様そのものがあまりこう権力を持つことができなかった場所なんですね。前に言ったと思いますが、アートとか芸術というものは権力者がはっきりしていて、あるいは資金力、資材、あと権力とお金ですね、経済力ですね、それがあるところに発達するわけなんです。そういう面から言うと、このフランク王国の時代というものはそういう時代ではなかった。つまり封建制、日本の封建制とは違いますが、封建制ではなくて近隣地の土地を分け与えるという、そういう仕組みで紋章を与えていたんですね。戦いが明けくれていましたから。そうするとですね、その権力というものが国家のところにずっと集約されてこないんです。封建制でないということは、その権力が集中化するということにつながっていかないので、フランク王国の国家というものの発言力が弱いということ、それから主婦を持たなかった。これどういうことかというとですね、例えば今フランスでしたらパリが首都、主婦であるわけですね。ところがこの時代は都市はあるんですけども、王様たちはですね一箇所にいないんです。その、動くんです。その土地に行ってですね、城はいろんなところに持ってるんですよ。城は持ってるんですけども、その領地に行って代表していくわけですよ。その、王様のお家で残金交代みたいなのですね、とろとろっていくわけですよ。そして、数ヶ月生活するんです。そうするとその領地の、水揚げも全部食いつきしちゃうんですよ。そしたらまた別のところに行って、またそこで生活するための食料とか、肉とかそういうものを生活するんですよ。点々と動くっていうのがその当時の王様のスタイルなんですよ。ちょっと信じられないんですけど、そのためにいろんな城を持ってたんですよ、あちこちに。そういう生活です。ということはですね、大きな都市が成長、都市が成長しなかったんですね。で、地方がむしろそういう面から言えば、都市よりも田舎の方が経済的な面では安定してたというか、その中では芸術は賃貸して下げていってしまうということで、合わせて教会までが進んでいくということですね。そういう中から西欧、いわゆる西欧から文化とか教養というのを一時ローマ帝国によって充実していったんですけども、文化とか教養が次第次第に失われていってしまった。そして教育に関係する機関は教会と修道院くらいになっていってしまうわけですね。教会と修道院が教養の担い手になりまして独占していった、そういう動きになっていったんですね。だから、ビザンチンはだいぶ違う雰囲気が、こういう背景の中から生まれてきているわけですね。まあ本当の方にもしたいと思いますけども、中世の経済、そこから生まれた精神というものはどういうものかというものは、ちょっとこう、ちょっと読み上げるだけにしまして、中世の経済はですね、農業を基礎としていたわけですが、所有している土地内の収入、土地から上がってくる収入だけが有利にするわけなんですね。それで、そういうことはですね、お金による経済、貨幣経済じゃないんです。自給自足的な、そういう生活を送るというのがベースであったわけです。人々の生活不備というものは、都市は無意味な存在だったんです。自給自足体制ですね。人々はそれぞれの村に孤立して住んでいる。貿易、市場、市場とか都市、そういうものがないということは、自給自足体制に近いものであったわけですね。まあそういうのを、カール・ピーチャーという人は、閉鎖的家庭経済みたいなもんだね。読んだことがあった。
まあ、そういう生活になったら地球自存ですから、そこに必要な限度を超えて生産するという意欲がだんだん失われていくわけですよ。それだったらどういう精神性が生まれてくるかという考え方のことで、近代科学の進歩思想、私たちのベースに置いているのは近代科学の進歩思想というところにベースを置いているわけです。発展しますよ、進歩しますよというところに前提を置いているわけですけども、そういう思想じゃないんです。中世は中世用の西欧の中世ですね。逆に古いものとか安定して保障されているもの、権威によって保障されているものに信頼を置くという、逆にオリジナリティ、独創性とか真理の別解釈、つまりこういうか、これは正しいよって言われたらそれを必ず信じちゃうんですね。でもこのし、これは正しいけどこっちも正しいんじゃないのっていう、そういうことを探っていかないということ、無条件に信じていく。自発性も尊重しない、独創性、真理の別解釈、自発性を尊重しない、そういういわば裏返しの発想というものがこの当時の精神性なわけです。で、中世初期の教会というものは非常に権力を持っていました。精神に関するあらゆる問題について、王様たち、支配階級と結びついていく絶対的な権力を持っていた教会組織がありました。そして魂を救済するということで、それらの 権利というかな、これを全部独占していて、それに従わないと処罰ということも可能である。そういう中で行われていた精神性ある経済性というのこういうのになっていますよというのが一つ欲しいなと思いますね。さて、そこにこういう中に登場したのがカール・ライケルですよ。この人は大変な人でしたね。中世西ヨーロッパの歴史を代表する人物、このおやつさんですけどね、このカール一世はシャルル・マーニュとも呼ばれますけども、カール大帝はですね、サクソン族と5回以上、30年に及ぶ戦いの末、サクソニア地方を征服したということで、非常に粘り強く戦いの上手だったわけで、南側はイスラム教徒と戦って、スペイン、まで領土に出たと。西ヨーロッパの主要国一帯を全部統一する大フランク王国を建設、多分一代で建設しちゃったと思うんですけども、そういうカール大帝がここで、この800年ぐらいの時に登場してきたわけですね。で、彼はですね、このカール大帝は、非常に大きな国を作ったんですけども、統治にあたって、国を治めるにあたっては、一番欠けていた中央集権化っていう。それを図って全国を州に分けて、ハブっていうんですけども、県みたいなものですね、そういうものを置いて、だんだん下にこう細分化させていって統治させたと。そしてそこから水揚げをこう、自分たちのところに、お子様のところに吸い上げられている、そういう仕組みを作っていく。つまり、ビザンチン帝国に対抗しうる帝国がやっとできてきたということ。それでこの矢印がビザンチンに対抗しうる西側の帝国がやっとここでカール大帝が出てきたということなんです。これは中央集権とカルトができた、そういう方式を取り入れているカロル。それでカロリングルネサンスと呼ばれます。これはカール大帝の名前を取ってカロリング朝と呼ばれるのにちなんでカロリングルネサンスというふうに呼ばれました。このカール大帝はですね、この前見ましたローマとか、あるいはラベンナで、古代末期とかビザンチンの伝統を流れを受けている美術に自分自身がですね、戦いに行ってますから、そこで触れて、自分の国にもあんまり立派な芸術を作り上げようじゃないかということに目覚めたわけですね。それで、それによって国家の意向を示したいということで、建築とか芸術が必要なことを感じたものですから、資材を同時に教会とか大聖堂を作って芸術作品を制作させるという、そういう活動に出たわけですね。それでカロリング朝の芸術というものは、そのカロリング、カール大帝とか、あるいはその周辺の貴族たちの宮廷とか、あるいは大修道院を中心に非常に栄えることになっていた。ただし、カール大帝が死んでからはですね、3人の子供がいました。ただその西ヨーロッパの方が、3人の子供がい
ったら3人に国を分割しちゃうして相続するっていう習慣があったもんですから、それで、東フランス、ですね、フランク王国が3つに分かれました。東フランクは現在のドイツ、ただ西フランクはフランスになっていって、イタリアがちょっと明確なんですけども、その3つにフランク王国は分かれていって、後のフランスとドイツとイタリアができていったという。ただこの当時はまだ国という概念はなくて民族の集まりだったわけです。そこにこのおっさんが出てくる当時してるという時になります。それでカード改定の文化経緯において、美術はそもそも初めからですね重要な役割を示してまして、これは首都アーヘンですから、だいぶ北の方ですけれども、そこにこのような礼拝堂、宮廷礼拝堂を作りました。これはですね、これビザンチンの前に見たでしょ、この内部がこれなんですけども、これをそっくりそのまま再現してるんですよ。カール大帝はアーヘンに作り直したわけです。ところがまだだいぶ雰囲気は変わっています。これはサンピタールでしたね。サンピタールの内部をそのままこれ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 に作るぞって作っちゃったわけですね。工事は大変ですよ。そこまで、当時作っていないわけですから人がいないんですね。あるいは材料もない、そういうものはイタリアから輸入したり、あるいは熟練した石工職人もですね呼んできて作らせたということですね。カラリンピック術は全部かけて作ってますが、こんなふうにですね古典のイミテーションを使ったりです。それから色石ですね、模様がある色石とか、あるいはその大理石を埋め込んだりということで、どっしりした柱を作ったりということですね。幾何学的な模様というものもだいぶ強く出ています。これ天井です。それからカルディング彫金術はその、ローマからですねそういう典礼書というものがもたらされたわけでして、それはカール大帝が本が好きだということであったんで、写本制作がこの時代盛んになったということがあります。だからカルディング彫の絵画というものは壁画よりもむしろこの写本制作で、知られるわけです。それでそれ以前のメロリング朝、メロリング朝で軽視されていた人間像もこの辺り復活してきます。そして影をつけるという陰影による行く付けもなされてきます。空間性とかボリューム感も獲得し始めます。まだうまくないですけどね。ただ一点透視法とかあるいは空間表現というものはまだうまく処理ができてないというふうになっています。これはリンダウの福音書の表紙なんですが、非常に宝石とですね金で埋め尽くされていますね。大きさは35センチ×27センチ、結構な大きさですけれども、これが表紙になるわけです。こういうようなアートが作られていたというのがフロリング彫です、ね。ローマ文化が影響すごく強く影響してきています。さて、カール大帝が死んでからはですね、今度は修道院が文化の中心になってきます。そしてこの修道院から始まって、ロマネスク星がつながっていくということになりますね。今日はこれからですね、モネに関して修道院